泉区。泉区は、横浜市を構成する18行政区のうちの一つで、ある。総面積23.56平方キロメートルは、市内18区中、第9位、市総面積のうち5.42%。農地は、市内最大面積。横浜市の南西部に位置し、相模屋台地と呼ばれる、関東ローム層に覆われた比較的平坦な大地の一部で、 区の西側を境川と泉川が南北に流れ、北側をアク河ア川、東側を宇田川、村岡川が流れている。第一の辺縁には湧水が分布する。河川流域に農業地帯が開け、生死業が行われていた。区内は歴史的な経緯より中川地区と中和田地区からなる。西側は境川を市境として藤沢市、山和市と接し、 北側は西亜区、西役、浅引東側と南側は、戸塚かと接する。相鉄泉谷線と横浜市営地下鉄の2本の鉄道路線、及び神奈川県道22号横浜伊勢原線、通称長後街道九大線道が区を横断している。かつて、戸塚かに属し、日立製作所戸塚か工場、横浜工場、ブリジストンの従業員らのベッドタウンでもあり。 戸塚とのつながりがり深い。1965年以降に、市営上飯田団地、県営伊調団地などの大規模な公営団地の建設が相次いで行われ、1976年に相鉄泉屋線が開通して、沿線を中心に急速に宅地開発が進んだ。持ち家比率と一戸建て率が市内1位である。 区内の数カ所で渓流のホタルを見ることができる。飯田団地、伊調団地には中国残留孤児の帰国家族や、インドシナの難民家族などが住み、多文化共生の試みが進められている。2014年に飯田北小学校と統合する前の旧、伊調小学校は在校生の約半数が外国籍であった。境川、アクワア川、泉川、宇田川に沿った、 丘陵上に縄文時代の遺跡が分布する。弥生代は開発時に弥生時代の土器が出土したことによる。古墳、高塚古墳は今のところ区内では上、飯田天神山古墳が知られる。横穴墓は上飯田町、龍明、横穴墓などが挙げられる。律令成果の動向は明らかでない。相模国鎌倉郡であった下飯田町本郷が講座、 公理剣筒見里であったとする説もあるが不明。皇座軍との境界は境川である。ゆえに、抗議での鎌倉であった。新橋町、岡津町が鎌倉軍大島里に否定されている。諸説あり。平安時代半ばの人物で鎌倉党の祖、鎌倉影正を祀る、五霊社、高霊社が区内に存在する。大場ミクリを根拠とする。 鎌倉島のテリトリーであった可能性がある。境川やその支流をたどって、開発を進めていったのであろう。また、対岸の渋谷市の影響も考えられる。同様に、鯖神社、鯖、鯖などの字を当てる。また名前は変わったが、飯田神社もその一つがいくつかある。これは一時期鎌倉、現在の呪福寺の地に住んでいた左、馬頭玄吉朝または、 源の三中を祭人とする。吉友は、大場ミクリアに乱入して、殺傷事件を起こしており、鎌倉島とは微妙な関係にあった。同じ軍内に、鎌倉幕府や鎌倉府が置かれ、政治の中心地となる。首都鎌倉に向かうための鎌倉街道上の道が、通っていた。また、日田義貞による鎌倉攻めは立つ道、横浜指導官場四号であったという。飯田は 渋谷市の一族とも言われる飯田氏の名字の地、飯田家儀は石橋さんの合戦で破れた源の頼朝を救ったことで知られる。その館跡は現在藤塚城市という石踏みが立つ公園近辺という、飯田氏は当地の御家人としてあず鏡などに名を残している。岡津町のマンション、ルネ戸塚谷よい大付近は現場山と呼ばれ、 鎌倉幕府御家人と伝える、島田三郎、資料には見えず、海士か、ゆかりの、島田の塚があった。そのおかつには、横浜市立おかつ小学校一帯に城が築かれ、小西や海士が支配したと言われる。なお現在のおかず町200番地付近は、近世、処刑場であった。泉町の長福寺、須賀神社は、北条氏によって滅ぼされた、泉地下志向。 泉小次郎ゆかりの寺社という。ただし、親校は、品野のご家人であり、泉生から腐敗した伝承の可能性もあるが、上述の寺社や、同地の泉中央公園一帯は、泉小次郎伝承地として、横浜市地域史跡に登録されており、公園内には、親校の館と伝わる土塁などの城郭以降、伝泉小次郎親校館が残る。泉中央公園の湧き水が、 泉の地名の発祥と言われている。上井田町の本教寺は、自伝では日蓮ゆかりの地であるという。後に鎌倉にあった藤伏派寺院が、慶長の法難に伴って移転してきた。現在、再興された同盟寺院が鎌倉市大町二丁目にあり、日中門流で戦前まで、あらは、本北家州元山、現日蓮州有所寺院。 江方城市の時代には、小田原州所領役長によると、区内には上井田に、平山市、下井井に、川上市、泉に、笠原市、尾勝に、大田市がいた。尾勝には、現在の横浜市立尾津小学校周辺に、尾津城が置かれた。後の中田村は、尾津村の枝村と考えられる。江戸幕府ができると、尾津城に岡新陣屋が置かれ、大館に、 彦坂岩礁が任ぜられた。戸塚塾に近いために、その助ケを担わされた。中田村には、御北上氏の表情集で、小田原征伐に際して、豊臣秀吉や河井康との接触に当たった石巻康則が謹慎させられ、戦後そのまま旗本として認められた。家康の関東入府の折、家康を戸塚区柏町で迎えた。その橋は、康則の通称にちなみ、 五たゆうと呼ばれて残っている。また中田寺の会期でもあり、付近に子孫幸福が法歴十二年、千七百六十二年建てた墓碑がある、横浜市地域史跡。この石巻家のほか、泉村は松平屋、上井田村は佐野屋、下井田村は掛屋、新橋村は安藤家の地療地となった。柏町を発し、庶民信仰の山である大仙に至る。 大山道が区内を横断していた。両家谷、西田谷には大山道や、戸の田畑が残り、中近世の景観を伝えていたが、大規模、ニュータウンの開発により消滅した。大山道は、今も、断片的に残されている。旧大山道、長後街道と、旧お勝道が交差する踊り場は、猫が踊ったという伝説の場所であるが、歌書あるいは中世の合戦の死者の墓所とも、 言われている。坂東十三箇所間の巡礼の道として、広明寺と聖田二寺、座間市を結ぶ、星野屋道が、泉町の北部を通っていた。1889年4月1日町村制施行により、神奈川県鎌倉郡中川村、阿久和村、城矢部村、秋葉村、名瀬村、岡津村、中渡村、中田村、城飯田村、下飯田村の全域に、高座郡、 今田村及び上岩田村の、角、飛び地が誕生。1939年4月1日、鎌倉郡中、川村、中綿村は、鎌倉郡戸塚町、川上村、大正村、本郷村、豊田村、長尾村、瀬谷村と共に、横浜市に編入され、戸塚区が誕生した。この戸塚区の区域は、横浜市の他の部分、と異なり、武蔵国ではなく、相模国に属する。 明治時代以降、泉の清水、横山の核製紙工場、上、飯田の持田、宮崎の核製紙工場、岡津の萩原製紙工場を中心に、養産業が盛んになった。第二次世界大戦時中は、旧軍関係の施設として、泉町の横根、原、変電所に、航空灯台、都津深谷町を含む泉町に、海軍通信隊、 私立中田小学校一帯に海軍桑原工兵部隊、泉町中和田小学校近所に神奈川第二抑留所、外人隔離施設がそれぞれ設置された。終戦直後、長五街道はダグラス・マッカーサーが厚木飛行場から横浜のホテルニューグランドへ向かう際利用した道で、中電町中西はそのための休息所が置かれた。また、かつての人気玩具、 ダッコちゃんの製造工場が上井田にあった。1969年戸塚区から分かれて、製薬が成立し、現泉区にあたる旧中川村の内アクア町、旧大和ア,アクアの北部が同区に編入される。1986年11月3日、坂区と同時に中和電子書、林派発出書管轄の地域が、戸塚区から分布し、泉区が誕生した。 区名は公募の結果に基づき、候補となった泉区、泉区、泉区、泉区弥生区、泉区、藤見区,区、中和田区、西戸塚区、北戸塚区などの中から、泉が湧き出るように、若い力を生み出し、未来に向けて発展する区であることを祈願し、清らかで爽やかなイメージがあり、簡潔で、五丁も良い、泉区に決定した。本来であれば、区の大部分を占める、 宮中和田村にちなんだ、新区名がふさわしかったが、一部に、宮中川村、岡津町、新橋町、名瀬町、池の谷、緑江一から七丁目、両一から四丁目、白百合一から三丁目、西川岡一から三丁目,目、桂坂、弥生台の各町を含むため、事前に先行からは外されていた。なお、泉区は、随小地名に分類できるが、実際には、 区中心部の泉町が、バックボーンにある。1976年4月8日、相鉄泉谷線が泉谷駅まで開通。1990年4月4日、泉谷線が泉中央駅まで開通。すでに設置されていた区役所の最寄り駅となる。1999年3月10日、泉谷線が湘南台駅、藤沢市まで開通。最終的には、 JR 平塚駅まで延伸できる免許を運輸省、原国土交通省より受けているが、具体的な工事の予定はない、すぐに延伸できる構造にはなっている。1999年8月29日、横浜市営地下鉄が湘南台駅まで全面開通。泉区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。 今後の予定、なお、横浜市営バスは、区内の路線がない。県道指導、駐車出店。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。